ップワンタッチで前にボールを出す。味方にはボールが渡りませんでした。そして鈴木がキーパー水原のところまで行く。あれ水原ボールを一瞬失った。詰めていた鈴木がボールをゴールネットに突き刺した。今水原どうしましたか。一瞬ボールを見失うような形になりました。2対0後半30分手元の時計。ここからボールを鈴木が目に入ったんですかね。